FRB4 会合連続で金利を据え置きました今夜は金融政策の行方それからなぜアメリカ経済ここまで強いのかその背景に迫っていきたいと思いますクラフトさん小林さん引き続きお願いしますということで、はい、早速見ていきましょうか、はい、まずは今日のその FOMC の決定会合の声明文およびパウェルさんの会見ですねこれをどう受け止められたかをお二方に伺いたいと思いますまずクラフトさんお願いします あの今日はマーケットのエクスペクテーションコントロールが一つあ、明らかに出てましたね、うん、期待をあまりにも過度な利下げ期待があったので、うん、これを、えー、ある程度抑制するという動きがありました、もう一つは、うんはい、ここにある声明文のキーワードが自信、自信をまあ失ってるのか、えー、あるいは慎重姿勢なのか、やはり。 まだ政策判断、政策変更をする、えー、自信がないということをあの浮き彫りになりましたね。うん、でその一つはやっぱり景気で、はい、あのー、最近の指標は経済活動が健調なペースで拡大してるって言ってることなんですね。だからインフレは下がってるんだけども景気が上向いてるんで、はい、この矛盾が えー、<ー>不安感を煽っているというか、政策変更の自信を揺らがしているんではないかと思います、うん、なるほど小林さんはどういうふうに受け止められこれ、今回、声明文追加されたところも重要なんですけれども、はい、削除されたところも非常に重要なんですよね、成瀬、はい、今回、声明文の半分近くが修正されているので、<ー>相当大掛かりな工事をやっているんですとで、何が削除されたかというと、はい、景気の先行きの下振れリスク、これが全削除。はい 全完全に撤廃されているというような状況なんですよね、<ー>つまり、景気の見通しはいいんですと、はいで、これまでの引き締め効果も大して効いてない、うん、で一方で、インフレ率は収まってきているし、うん、市場が見ているように利下げできるんだけれども、うん、先ほどクラウスさんおっしゃったように、ですね、まあ、景気良すぎるのでちょっと自信がない、うんうん、なので、そんなに先走りで期待しないでくれと、うん、そういうようなメッセージというのが明確に込められていたと思います。うん、なるほど もうちょっと発言くださいそもそもです、ね、パウエル議長、去年の12月に金融政策の大転換とも取れる利下げを示唆する発言をして市場関係者を驚かせたという事実があるんですが今回は物価が持続的に2%に向かうと自信を持てる証拠がもっと必要だとし利下げについては3月会合までに確信できるレベルに達する可能性は低いと述べました。そその一方で政策金利がおおらくピークに達しており 年内に利下げを開始する可能性が高いとしています、うん、でまた量的引き締めいわゆる QT に関してですが3月会合でバランスシートについて詳細な議論を開始する予定だというふうに話していますこの中で小林さんどこに注目されますかそうですね、まあ、全て重要だったと思うんですけれども <laughs>、はい まあやっぱり一番注目されたのは上から2番目、うん、3月会合までに確信できるレベルに達する可能性は低いというところだと思います、うん、かなり明確に3月の利下げを否定したということですね、うん、これ、3月の利下げはまあなしだと踏み込んだ発言をされたということですけれども、非常にありていに言ってしまうとです、ね、前回12月のコミュニケーションがちょっと行き過ぎたんだなと。はい <laughs> そここの修正をし,したいいいんだというところだとととうろ思いますあの前回12月のまあ経済見通し、FF 金利見通しで、今年3回の利下げというのは中央値だったわけですよね、でそれに沿って発言をしたつもりだったんでしょうということですけれども、それでも市場6回の利下げを織り込んでしまったので、少し厳しめのことを言わなきゃいけないなと、でニュアンスで伝わらないんだったら、もう言ってやろう、3月はないと、<laughs> そういうような発言だったのかなというふうに思います。 なんですが、市場の金利予測を見ると、ですねちょっと出してもらいましょうか、結局、この会合の前と変わってないんですよね、5月に利下げ開始して、ずっと6回連続利下げという、そういうあの市場の見立ては変わらなかったんですけど、クラフトさん、これは何なんですか、あのー、市場の楽観期待というか、ゴリディ・ロクスシナリオ、いいとこ取り。 の性格が依然、根強く残っていてむしろ今日はあはパウエル議長が明らかに牽制しているにもかかわらず記者会見のあとにまた金利が下がっているんですね。株式市場は素直に反応して下がったのにかかわらず債券市場は上がって金利が下がったというでその背景にはおそらく市場が先ほどのコメント集をちょっと見ていただくと。 戻りますかね、はい、こコメント集ですね、はい、これですねこの,前のこの前、ですこの上は完全にけ牽制してるんですけれども、ねはい、下の方に注目してるんですね、この金利はピークに達しておりと、はい、だから年内にも利下げが始まる、それからバランシートが効きましたね、はい、ここで、えー、と要するに量的あの、うん、え引き締めをやめるという期待が、だから利下げはしないんだけど、 緩和に、あのー、転ずるんだとバランシートによってという期待を高めてしまったとあ<ー>だから、あのー、先ほど小林さんも言ったように本当にマーケットを完全に牽制したかったら、はい、この辺のコメントは余計だったかなという感じはあります、ね、あなるほど小林さんこの なんでこ,うこ,れここまで釘を刺してもマーケットはここまで利下げを期待しちゃうのかってうのこれ本質的になんか何かがあるんですか、アメリカには <laughs>。これは少しですね私、最近債券市場のシグナルがおかしくなっているような気がまあ正直しますというところです。あの インフレ率自体は収まってきているので、はい、今年何回利下げをするかどうかはともかくとして、ですね、うん、来年や再来年にはインフレが完全に収まった世界になっていると、うん、政策金利が3%前後になっているという世界を想定するのは分かるんですと、うん、しかしながら、その3年後以降の金利の水準というのも、実は4%弱というレベルになっていて、ですね、はい、実はそっちの方はかなり高的に見ているんですよね。 FRB はこんなにも利下げまだしないぞと言っているのにもかかわらず手前の今年や来年のところここで利下げを織り込んでしまっているということで,ですねその通常、理論上考えられる金利の水準と比べて手前が低すぎて先が高すぎるというような状況になっているんですよねちょっとその市場に歪みが生じている感じがしてならないです。 クラウスさんそれはな,なぜだと思いますあの一言で説明しようがないんですけれども、はい、<laughs> 私の立場から直接大手のヘッジファンドなんかと話していて、はい、やっぱりこのポジショントークといいますか、うん、あの彼らはその投資して儲けることが仕事。うん、でどうしてても人間って、うん、あの 株買う前は上がったり下がったりどっちでもいいんですけど、うん、買っちゃうと上がってほしいだからもうそういう上がるような要因しか聞きたくない、うん、話したくない<ー>で今どういうポジションかというと株あの買い越しと債券買い越しなんですよ<ー>だから債券は上がってほしい、うん、金利は下がってほしい、うんうん、株は上がってほしいと矛盾してるんですけども<ー>なのでだからこういうパウエルの 都合のいい発言ばっかり気にするという傾向は感じますね、うんうん、あの小林さんあの、よく中立金利という概念が出てきていて、まあ、普通、これぐらい順調に経済があったらあのインフレに対して中立な金利に戻していくのは筋じゃないかという考え方があると思うんですけどもそれって今、どれぐらいだって見られていてそれに対してマーケットは催促して,るっている可能性はありませんか。 まあそれはあると思うんですよねそしてその水準に対する議論を一度その昨年 FRB がひっくり返してしまったのでそれで混乱している可能性はあると思いますあそうなんですね、はい、実はもともと経済に中立的な実質金利のレベルっていうのはまあ0.7%ぐらいと言われていたんですね実質金利ですねなので まあちょうどいい政策金利のレベルというのは、物価上昇率に0.7%を足したぐらいという,、はい、ういうようなイメージで、うん、そうすると4%とかそういうレベルですか、ね、そうです、今は4%ぐらいで、将来的にはまあ3%を切るぐらい、このあたりじゃないかとまあ想定されていたということです、ただ、去年の夏頃にですに、この自然な利子率、実質金利のレベルというのは、1.8%ぐらいまでいってるんじゃないかと。 ということをわざわざあの連銀のスタッフが言い出したんですよ、ね。それがあって、まあ、それを理由に去年で相当利,利上げをしたわけですけれどもあれが正しいんだったら先行きの金利はどこに行ったらいいのかわからないとうんそれで、まあ、あの金利のシグナルがおかしくなっている可能性はあると思います今回です、ね、早期の利下げ期待というのは後退したんですが去年11月期の GDP。 3.3%のプラスと高い成長率を維持しています。急激に金利を上げたのに景気が悪くならないということなんですが、これ。 なぜここまでアメリカ経済強いというふうにクラフトさん見てますか、見、まあ、あるでいろんなデータで実はあのあの強弱、混在してるんですけれども明らかにこのフェドが重要視するこの PCE を見ていただくと明らかなんですけど財はインフラは下がってるんですの、ねうん、物価ですただサービス、特に消費関連とか住宅が非常に強いとで GDP の中でも消費が非常に堅調で。 だから消費が強いということは物の値段がそんなに下がらないことからフェドが今回困惑している一つの大きな要因でじゃあなぜその個人消費が根強いのかというと一つは賃金だと思うんですけどももう一つは資産インフレ株高になってますから日本人と違ってアメリカの55%ぐらいは株式投資。 直接か間接、401K を通じてしてるんで、うん、家計が持ってる資産の半分くらい株だということですよ、ね、で毎月、401K、はい、の,401の,あの残高が来ますから、個人金で毎月見てると、なんか金持ちになったような気分になってきて、うん、消費を喚起している可能性が一つあるんじゃないかと思いますけどね。うんうん それにしてもですよアメリカの今、住宅ローン固定金利30年で多分7%台なんじゃないかて言われてますけどむちゃくちゃ高いですよね、普通それで家買いますかと思うんですけどそれがまた住宅需要が高まってきてるんでビックリにやのただこれ、日本と違ってアメリカの場合はですね借り換えをやるんで高値で金利を取っても金利がその後下がったら借り換えすればいいんですね。だから あの家を買う人は何を気にしているかというと金利が下がるかどうかをえ元に待つ、待たないじゃなくて金利が上がるかどうかで待つ、待つでもう金利が上がらないと思えば買ってもいいというそういうい思,思想がありますね小林さん、この需要の強さアメリカのこれはどういうふうに分析されていますか。 はい、大きく分けると2つぐらい要因があったかなと思います、はい、1>, 1つは間違いなく先ほどの資産効果、あ<ー>まあ株高で潤っていると、はい、ういうところだと思います 2>、はいで、2つ目としてはということなんですけれども、はい、ちょっとそのインフレと賃金インフレのタイムラグみたいなのがあるんです。 大体の国はそうなんですけど先にインフレが来てしまうと、はい、なので物価で割り引いた実質所得は先に悪くなるんです、うんうん、でアメリカの場合でいうと21年から22年にかけてとていうのがこの時期だったんですね。うんうん、ただ22年から23年にかけての時期というのは遅れて賃金が上がってきてその間、インフレ率はじわじわ下がっていると。 あまあそういう状況の中でこの2つがクロスするような形で実質所得が上がっていたというところも挙げられる実質所得が上がって購買力が上がってきたということです、ねはい、なるほど。でその労働市場なんですけれどもだいぶ落ち着いたってパウエルさんも言っているんですが、まあ、でも強いことは強いんですよね、これ。労働市場についてはどこになってますかこれだんだん求人件数減ってきているんですけれども、ねはい、これあの就職できた人が。 たくさんいるので埋まってるっていうだけで需要はむしろ増えてるんですよで供給が需要以上に増えているので下がってきているっていうそういう構図になっているんですねじゃあ供給ってなんでこんなに増えてるかっていうと要するに FRB が金利を上げたら人が増えるってことはないわけですから金融政策とは完全に無関係にこれが起こってるっていうことなんですよねじゃあどこから来ているのかっていうと一つはまあインフレになって生活苦しくなったのでいわゆる ミドルエイジの人たちが労働参加率を増やしているとそれからもう一つはコロナが明けて移民の方々が増えていると年率で100万人以上増えているというところでだんだんこの埋まってなかった求人を埋めるような動きが起こっているというような状況ですね。